皆さんおはこんばにちは、ゆっくりです。今回はいつしか個別で取り上げると言っていたパンサーシュレックについて解説します。宣言したのがちょうど1年前なのは気のせい。それでは最初に開発された経緯を見ていこう。1943年、既存の対戦車銃は使い物にならず、日々進化する敵戦車に対応するため対戦車砲は鈍銃で高価なものとなっていた。これより先、より強力な戦車が出現することは想像に難くなく、新型の対戦車砲でもすぐに使い物にならなくなると予測できた。これらの問題を解決するために新型兵器が必要とされていたが、成型策略が一番適していると考えられた。詳細な仕組みの説明は省くが、成型策略を用いた対戦車兵器はいくつかすでに作られており、対戦車戦闘に有効であるという報告が上がっている。これらの条件をもとに新たな兵器が42年秋より開発され、43年より使用された。それがアハトコンマアハトセンチメーターラ K テンベアファードハイウントフィルツヒである。この兵器は既存の対戦車砲と比べ10分の1ほどの重さでありながら、貫徹力は230ミリとほとんどの敵戦車を撃破できる能力を持っている。ただ生産数はそれほど多くなく、各戦線で細々と使用されたのみである。さて一体なぜこやつがパンサーシュレックの解説で出てきたかというと、それはまた後ほど紹介しよう。時と場所が変わり、1943年初頭の北アフリカ。米軍と戦闘を繰り広げていた兵士たちは奇妙なものを露覚した。米軍兵士はただの筒に見えるそれを用い、多くの装甲車両を撃破した。対戦車戦闘に有効であるこの兵器は即座に陸軍兵器局に送られ、研究されることとなる。審査の結果、M1 と呼ばれるこの兵器はすでに生産に移っていたラケイテンベアファードハイウントフィルツヒと開発中のパンサーファウストと同様に、成型策略を用いた対戦車兵器であり、個人が携帯できる対戦車兵器として大変優秀であることが分かった。特にラケイテンベアファードはハイウントフィルツヒに対しては明らかに優れており、重量が10分の1であるほか、生産性においても数段上を行くものであった。また運用に必要な人数も M1 の方が少なく済んだ。ただ全ての点で M1 が優れていたわけではなく、口径が大きいラケイテンベアファードハイウントフィルツヒの方が貫徹力が高いほか、推進ガスを逃がさない構造になってるため射程も初速もこちらが優れていた。そこでドイツは両者の長所を生かした新たな対戦車兵器を開発することを決定した。それがアハトカンマアハトセンチメーターラケイテンパンツァーデュクセフィーアウントフリュンフツヒである。ここからは詳細な性能を見ていこう。ラケイテンパンツァーデュクセフィーアウントフリュンフツヒは試作品を含め4つの形式があり、最初に最も生産されたアハトカンマアハトセンチメーターラケイテンパンツァーデュクセフィーアウントフリュンフツヒを取り上げる。そしていちいち正式名称を読み上げるのは面倒なのでこれからはパンサーシュレックで統一するよ。話を戻すと、パンサーシュレックは前述の通り M1 を模倣して開発された兵器であるが、前線で急増する対戦車兵器の需要に応えるためなるべく早く開発する必要があった。そこで役に立ったのが前述したラケイテンベアファーであった。もともと同じような仕組みの兵器であることが功を奏して弾頭を有用することができ、弾薬を新たに開発する手間を省くことができた。ただここで留意してほしいのが、弾薬がパンサーシュレック用に改造されたため、元の弾薬より全長が伸びたほか、安定翼の形状と発射の仕組みが変更されたため両者の弾薬に互換性はなかった。弾薬が用意できたので次は本体の開発に取り掛かる必要がある。いくつか案があったが、M1 のコピーが採用された。まあそれが一番楽ではある、ただ完コピではなく、電池による発射機構から小型発電機によるものに取り替えていた。これはひとえに寒冷地対策のためであった。発電機の説明は後回しにするとして、資料を見るに9月23日に電池型の試験が中止されたと記述されているので、電池型もなんやかんやあって開発されていたらしい。そしてこの資料は試作品が制作された後のものであるが、蒸気のような問題点を挙げている。特に弾薬の問題は致命的で、この問題のせいで大量生産には移せないと言われたほどである。温度によって弾薬の種類を分けるほか、多発する暴発を防ぐために安全装置が必要と提案されている。またもともと予定していた生産数に全く追いついていないことから、新たな生産計画も提示されている。ともあれ、開発はほとんど終了しており、弾薬の問題を解決すれば実戦配備できる状況にあった。このレポートが提出された1週間後には最初のマニュアルが制作されており、このマニュアル内にて初めてラケイテンパンツァーデュクセフィーアウントフリュンフツヒという名称が書かれた。
これは一般に広く出回っているラケイテンパンサーリュクセドハイウントフィルツヒという名称が正確でないことを間接的に証明している。この名称はドイツの公文書では全く見られず、それに対しアメリカ軍資料では多用されている。これは連合国のスパイがラケイテンパンサーバハファードハイウントフィルツヒと混同したためだと思われる。まあ名称の話は後回しにするとして、44年10月5日には初期生産品が前線に届けられた。実戦用でなく訓練用ではあったが、コピー品といえどもわずか半年で新型兵器を開発したこととなる。ただ戦時急増品であるため前線配備後にも問題が見つかり、パンツァーシュレックは発射後も弾頭が数秒ほどガスによって推進されるため、画像のように高温のガスが車種に直撃することとなる。この他に装填のやりにくさと照準器の壊れやすさなどが問題に挙げられたが、一応発射ガスの問題に関しては車種に手袋とガスマスクの着用を義務付けることを仮の対策としたが、これらは初期生産型では改善されずにそのまま前線に送られることとなった。ここからはパンツァーシュレックの性能と実戦配備された部隊の評価を見ていこう。これが初期生産型の主な性能である。初速はラケイテンバハファーより低下しており、そのため射程も大幅に低下した。貫徹力は 230mm でこれは M1 バズーカの 76mm の約3倍であり、これは当時の連合国戦車の装甲を余裕で貫徹できた。またこの兵器の最大の利点はその製造コストの低さであり、3.7cm パックのコストが5730ライヒスマルクであると考えると破格である。使い捨てのパンツァーファウストの価格が20ライヒスマルク前後であると考えると、単純計算で4回以上発射すればコスト面でトントンである。まあ価格はその兵器を語るための一つの要素でしかないのでそこで全て判断すべきではないが。ここからは前線部隊の評価を見ていこう。以下のレポートは第225歩兵師団所属第477戦車駆逐大隊が44年3月14日に提出したものである。文字数の関係で一部省略する。射程や命中率、そして貫徹力への評価は高く、対戦車兵器として評価されている。ただ成形作薬弾の弱点である感度の高さを問題としているほか、重心の打たれ弱さを問題点としている。これ以外にも問題があった。パンツァーファウストなどと比べパンツァーシュレックは使用する際に訓練を受ける必要がある。だが実際部隊に配備された人員の半数ほどしか訓練を受けておらず、また対戦車部隊の特性上各中隊に分割して配備されるため人員が死傷すれば対戦車能力を喪失する。これは人員を育成すれば解決すると述べられている。次にやはり問題となったのが発射ガス対策である。前述の通りガスマスクなどによって保護することが義務付けられたが、着用すると動きにくくなる上とっさの事態に対応しにくい。そのため一部部隊では即興の盾を作る部隊が多々あった。形も円形や四角形など様々である。ただ視界悪化を原因にガスマスクを着用するのを好んだ人もいたようなので人それぞれである。最後に結論が綴られている。大きな戦果こそ挙げられなかったもののこの兵器は対戦車兵器として有効であると評価されている。ただ既存の対戦車砲を置き換えるほどのものでなく、撤退時においては対戦車砲の方が有効であると述べられている。このようにいくつか欠点が挙げられているが、アルプズバ54は実戦でも十分に効果を発揮できた。このレポートの影響かどうかはわからないが、発射ガス対策のため、初期生産型以降は発射ガス対策の盾が付けられるようになった。また初期生産型が配備された部隊には回収キットが配布された。43年後期より盾が配備されていったが、この時期になると原料が不足し、軽量のアルミ合金を使うわけにはいかず鉄製になったため重量が増加し、全体の重量が10キロ超えることとなった。そしてやはり重量増加を嫌いガスマスクを着用し続ける人がいた模様。ちなみにパンツァーシュレックは仕組み上反動がなかったが、推進ガスが盾に直撃することになり発射後にある程度の反動が生まれるようになった。この他の改良点としては歪みやすかった照準器が強化された。その他の小さな改良点は省くこととする。ちなみに盾付きかどうかで名称を区別するサイトが多々あるが、実際には初期型かどうかの違いであり、小さな改良が施されても名称は一貫してラケイテンパンツァーリュクセフィアウントフユンフツヒである。時間も時間なので今回紹介しきれなかった内容は次回に回すこととする。ご視聴、ありがとうございました。